2フィート600ミリ基間は2フィートおよび600ミリメートルの基間を持つ鉄道である。ここでは603ミリメートルそして597ミリメートルなど類似した基間を持つ鉄道も含める。これらの路線のほとんどはイギリスウェールズのフェスティニオグ鉄道やアメリカコロラド州のクリップクリークビクター狂気鉄道など多くの場合保存鉄道や専用線である。 第一次世界大戦6 0 0トル期間の鉄道は残豪鉄道として集中的に敷設された。フランスでは第二次世界大戦に備えた建設された要塞であるマジの線とアルパイン線への供給ルートとして6 0 0トル期間の鉄道を利用した。オーストラリアはクイーンズランド州の沿岸地域に4 0 0 0トル以上の2フィート期間の 鉄道で構成される砂糖キビ運搬用の鉄道ネットワークがあり、年間3000万トン以上の砂糖キビを運んでいる。多くの2フィート及び600ミリメートル機関の鉄道は、世界中の遊園地やテーマパークで使用されている。597ミ、mm、リメートル、600ミリメートル、603ミ、mm、リメートル、約610ミ、mm、リメートルのような類似の機関との間で車両を融通することがあった。 例えば、南アフリカで運行されていた蒸気機関車、クラス NG15-2 から8-2機関車は、当初、600ミリメートル機関である南西アフリカのオタビ工業鉄道で運行していた。その後、南アフリカの2フィート機関の鉄道で運行した。現存する機関車の一部は、イギリス・ウェールズにあるウェールズハイランド鉄道とブレコン山岳鉄道にある。 1>, 1フィートイコール304.8ミ、mm、リメートル1インチイコール25.4ミ、mm、リメートル。ありがとうございます。